皆さんこんにちは。今回はフルバーストのメジャーな使い方というか、まあ、主流な使い方っていうか、なんて言うんだろう、ポピュラーになってきた使い方っていうのをちょっと、まあ、解説していこうかなと思います。まあ、なんて言うんだろうな、これあのフルバーストを生かすための編成というか、まあとにかくちょっと自分の編成、まあこの前も見せた気がするんですけど、本当にまあちょっと微妙な編成なんですけど、まあどういうものかっていうと、まあフルバーストがあるじゃないですか。でスイッチ枠モッドスキルがあるじゃないですか。まあ、モッド中にこういうやつが入ってるやつですね。であとはこれがアスナ2枚条件なので、アスナ、ソードスキル側に2枚入ってます。でパワーライズ、ライトマジック、防御力がパーセント上昇するやつ、攻撃力パーセント上昇するやつで、そしてフルバーストアビリティで、フルバーストの、打つ回数が1回増えると。まあ、これは、フルバーストアビリティ入れるかどうかっていう動画後でやるって言ったと思うんですけど、まあ次やりますね今回はちょっと違った、話なんですが、これイベントで使っている編成なんですけど、まあ、こっちはちょっとね、気にしなくていいんですけど、これなんか、まあ、基本的にイベントなんで、そのスペシャルボーナスってあるじゃないですか。あの指定されたスキルレコードを装備していると、あのスコア、1回やるごとにスコアが高くなるってやつ、まあ、それ指輪の装備したやつもね、なんか適用らしいんですけど、まあ、そういうやつやるとき用のやつで、まあこれはまあちょっと関係ないんですけど、これはラフコフ用にちょっと防御とかダメ軽減とか、まあ毒ダメ軽減とか、まあ、入れた感じで、でなんでこういうのが入ってるか、まあちょっと前も言ったと思うんですけど、このオノコネクト自体はゴミで、なんでゴミかっていうと、このモーションがスマイトってやつなんですよ。まあ、その分筋力増強あるし、まあ、全体攻撃っていうのはあるんですけど、ちょっとこれを使う人はほぼいないかなっていう感じなんですよね。ですごい遅いんですよ。イベントとかちょっと本当に強い人ばっか来ると、こんなんモーション遅いやつ使ってたら出遅れるんで、本当に短期決戦だと。で1枠目が、キモノリーファー。これはなんで入ってるかというと、闇属性で、かつ、作詞バフ、この外周一色4バフってやつですね。これが入ってるから。で、闇ザンザンと、コネクト連結されてて、で、これが、貫突してるから、闇ザンザンで、バースト条件が満たされると、まあ、いうことで、まあ、それで、まあ、これが入ってるんですけど、まあ、ちょっと、これ自体が遅いから、本当はもっといいやつ、オノコネクトあったら使いたいところ。まあ、ただし、オノコネクト自体にタゲ効果、タゲ取りの効果、こういうさ、敵のヘイトを集めやすいっていう効果、ついてないやつですね、火力側が使うとしたら。まあ、イベントだったらね、タゲがいない場合は全然ね、まあ、基本的にクイックパーティーとかはね、タゲがいないと思うんでいいんですけど、まあ、とにかく、まあ、これでバースト条件を、まあ、満たして表セットに切り替えてっていう風にやってるんですけど、でなんでこの斧側で満たすかっていう話なんですよ。だって例えばですけど、ここに片手直剣のコネクトスキルを入れるじゃないですか。でこれを入れると連結分が、まあ、例えばこれ闇ザンザンってすると、まあ、これでも全然満たせるんですよね。ただし片手直剣の枠1枠を使ってしまうんですよ。だからこの編成にすることももちろんあるんですけど、もっと長期戦だったり倒すのに時間がかかるボスだったら、さっきみたいにモッドを入れたりっていう感じなんですよね。モッドが火力、まあサブ火力みたいな感じになるんで。ただ速攻で倒せるような、まあちょっと弱めの敵、短期決戦でやるような敵だったら、これみたいになんかコネクトを入れて、強いボスの時はモッドを入れてっていう感じで、でこのコネクトをやっぱ入れない方が強い場合があるんですよ。これで満たせばいいんで、裏で。で、そうすると、その分、ソードスキル枠が1枠開くから、こういうのを入れられるんですよ。片手直剣のモッドスキルスイッチ枠とか、こういうコネクト入れたりとかができるんで、だから、その、強いボスと戦うかどうかによって編成を変えるってだけの話なんですよ。
だからまあなんかちょっと試しにまあやってみますかね。まあ残属性で、これ自然属性なしなんですよ、フルバーストが。なんでまあちょっと見て、まあ適当に残闇とかにしとくか。でこれ作詞バフかけて、これ片手直剣でこうやって、あのこれ闇残残ってあの満たしていけるんで、あとこれちょっと今解説してたから、ちょっと本当はコネクトの2発目ぐらいから、まあ、あの覚醒のボタンを押した方がいいんですけど、まあ、とにかく、まあ、あの斧川で満たしてから、あの片手直剣の、あの編成に切り替えるっていうのが良くて、で、あの表編成ですね、表編成はあのフルバーストで火力を出してるんですよね。だからなんかその1枚でも多くやっぱ覚醒スキルとか入れたいので、でこういうコネクトとかを入れちゃうとやっぱ1枠が潰れてしまって、まあ最も入っててもいい編成なのにこれを入れてるんで、まあ楽したい時にはこういうことをしてるっていうだけで、強いボスと戦う時はモッドとか、それか他の覚醒とかを入れて覚醒率高めたりとか、モッドで火力出したりとか、まあどっちかそういう選択肢なんですけど、なんかね、そう、こういう感じで俺はやってます。まあ大体その裏セットでそのコネクトを入れとけばやっぱスキル枠が節約できるっていうので、裏セットで満たしてから表セットに切り替えて覚醒してからフルバー打った方がやっぱ火力は出やすいので、でフルバーストを打ち切ったらもうこれで火力出せるソードスキルがなくなっちゃうんですよ、最も入ってなくて。ってなると、あのクールタイムが、バーストで打つと36秒になってしまうんですよ。で覚醒って、まあ、クールタイムに関して言えばなんか確か90秒くらいだっけな、なんか60秒くらいで、まあ、あの半分くらいだっけ な何秒か忘れたんですけど、まあ、とにかく、あ60秒だっけ、あ違う、覚醒の時間か、覚醒続いてる時間がどうなんだろう、一回これ覚醒ボタン押すとこの画面の上にマークが出るんで分かるんですけど、このマーク25って出たじゃないですか。おそらくこの覚醒した時に25って出たんで、どれだろう、覚醒時にクリティカルが上がるスキル、あでも繰りだめのアイコンだったのかな、今の25秒って書いてあったんで、おそらく覚醒効果が25秒続くっていう、これかな、あこれが繰りだめか。だから今どうしよう、これちょっとエリア移動して、覚醒ゲージをまた満タンに戻すんですけど、もう一回覚醒すると、まあ、またちょっと確認ができるんで、一回、まあ、これでやってみて、覚醒すると多分ここ画面上がほら、クリの上がるやつ、これが25秒って出てるんで、でおそらく、覚醒時間は25秒なんですよね。で、そこに覚醒延長の覚醒効果とかつけると、さらに今伸びるっていう感じになってくるんですけど、これがね、そのクールタイムの話ですね。36秒なんで、で、覚醒時間って25秒なんですよ。ってことはもう次打てないん で覚醒中でこのゲージが残ってたとしても、こうやって、クイックチェンジで切り替えて元に戻した方がクールタイムの回復がすぐ始まるじゃないですか、覚醒の。だからもうフルバースト打ち切ったらもうあのクイックチェンジしてあのセット2に切り替えて、あのすぐもうクールタイム始まってほしいなっていう感じで、すぐ切り替えてしまうっていう感じですね。でまあそのなんでこの斧を使ってるかっていうと、だっておかしいじゃないですか、こんなさ運行モーション使ってさめっちゃ遅いじゃないですか。なんで斧使うのって言ったら、まあイベントだからこれを使ってるんです。なんでイベントで使ってるかっていうと、あのこの外周一色4バフっていうさ、まあこっちの、まあ、着物リーファにもあるんですけど、あの HP がそう最大 HP ですね、12万5000ぐらい超えるとクリティカルが発生率 100% になるのでこれを入れてるっていう感じで、だから、まあ、イベントでは使うんですけど、最近出てるボスはクリティカル耐性がついてるので、まあ、こういう、まあ、作詞系のバフっていうのは、まあ、使うとしても、まあ、迷宮ダンジョンの道中モブ狩りとか、あるいはソロカオスで、まあ、極光輪っていうあのめちゃくちゃ強いあの片手再建のバフがあるんですけど、そういうのを使う場合とかですね、
曲降臨に関しては、まあ、今出てるオーダーで、まあ、こういうのがあるんですけど、これが曲降臨3バフデバフっていうのがあって、でこれがクリ率とクリダメが同時に上がるスタックバフで、でスタック1につき 2% 上昇って書いてあるんですよ。でだからスタック99ってなると、まあ、約 200% 初期クリティカル率が 5% くらいあるんで、何も装備してなくても、でそこに、多分2%×99 だから、まあ、198くらいかな、わかんないけどどれくらい、まあ、200% 近くなんで、まあ、これでなんとかクリティカル耐性を突破できるのであれば、まあ、あれでも作詞いらないか、その場合。あ、でもいるか、わかんない。まあ、あれ、俺何の話してる、なんか最近さ、記憶喪失なんだよな、話してるとき。まあ、とにかく、何が言いたいかっていうと、そのクリ耐性がある敵には、その裏側を斧にする必要がないっていう話で、だから、まあ、裏セットを、そう、こういう片手細菌にして、あ、これ違う、フルバーストだ。この片手細菌にして、まあ、これは水、火、水とか入ってるんですけど、ここを、まあ、例えば闇、ザン、ザンにするということもできて、で、闇、ザン、ザンっていうのが片手細菌にも多分あるんですよね。片手細菌の、まあ、闇属性スキルで言うと、これが、まあ、配布スキルと。で、残属性で絞ることもできるので、これで見ていくと、これが配布なのね。残属性。で、タゲ効果もないと、タゲ取りの。ってなると、まあ、それ以外でも、まあ、あとはオーダーさん1枚持ってるかどうかにはなるんですが、まあ、最後の残属性だけは、まあ、片手細菌以外で満たす、こういう直剣とかね、満たしてっていうのもできるし、で、何より、これって、あのクールタイム減少の、コネクトチェーン効果があるんですよ。で1枠目当てると、クールタイム3秒減少、2枠目当てるとさらに6秒減少、3枠目を敵に当てるとさらに9秒減少、369ってクールタイムが下がって最終的には18秒下がると、全部当てればね。だからまあ闇ザンザンっていうのを連結して片手直剣フルバーストをあの表に切り替えて覚醒して打つということができるん でフルバースト打ち切った後はフルバーストのクールタイムっていうのがあって、普通のバーストスキルとして使うことになるんで、その間は結局普通のバーストになるから、これで、まあ、クールタイムを減少しつつバースト発動条件を満たすという感じになっていくんですよ。でそしたらやっぱその斧側よりこっちの側、何 CT 減少できるんで、クールタイムこっちの方がいいよねっていう話で裏セット、まあ、それか、まあ、片手再建じゃなくても、例えばですけど、まあ、弓のコネクトスキルで、あの弓のコネクトスキルって強いんですよ、まあ、こういう筋力増強4バフがついててっていうのだったり、この自身にかかってる全てのスタックバフを増加するってやつね、こういうやつを裏に入れてスタックバフ上げつつ戦うっていうのもできるんですよ。まあ、これは闇ザンザンとかは難しい、無理っていうか無理なんですけど、残属性入ってないんで。まあ、だからでも、そうは言ってもやっぱスタックバフ上げていくと、まあ、めちゃくちゃ強いんで、まあ、ソロカオスでそういうことをやる人も全然いるんですよ。だからなんかその、まあ、片手直剣だとちょっと、まあ、やりづらいんですけど、裏セットを弓コネクトにしてやるっていう、まあ、ソロカオスの倒し方もあって、それがめっちゃ強いんですよね。カオスブラッケンとか、カオスグリーマイズでもやる人いるのかな、カオスブラッケンがすごくそれがいいみたいなあの感じらしくて、でスタックブーストも、まあ、スタックブーストはつけないかな、忘れたけど、まあ、とにかくその裏セットはクリティカルが出るんだったら作詞バフを打つ編成でコネクトで満たしつつ、まあ、こっちのコネクトでも満たしてもいいんですけどっていう感じで、でめっちゃ強いボス、その、まあ、これから出てくるような迷宮ボス、ダンジョンボスとかっていう敵と戦う場合は、こういう片手再建のコネクトを使ったりとか、弓のコネクトを使ったりとかがいいのかなと俺は思っています。それでバースト条件を満たすと、
その方がなんかやっぱ結局そのまあもっと使ってもいいじゃんって思う人もいるかもしれないですけど、結果的にフルバーストを使った方がダメ伸びるっていう感じなんで、今の環境もうフルバーストが一番火力出るっていう感じになってるんで、って考えるとやっぱりそういう、まあ、それで引いたんですよね。これ俺なんかすごいガチャ動画でさ、ずっとこれで出てくれとか言ってたけど、なんか、まあ、これはね、その特にあの51層とかであのメタルリーパーっていうのがいるんですけど、そのメタルリーパーの腹の部分を全体攻撃で殴ると、まあ、追加効果だったり、そのモッドにつけるような効果だったり、このコネクトチェーン効果だったりが、当たったその発生した攻撃判定の数だけこれ効果発動するんですよ。例えばこの連結分に全体攻撃を入れるじゃないですか。そしたらその連結分で全体攻撃打って複数の当たり判定が出ると、その判定分この効果が発動するんで、クールタイムが大幅に減少できるんですよ、当てた分だけ。だから、まあ、例えば51層行くんだったらこのフルバーストで、これが土打土なんですけど、あの片手さ、あのなんて言うんだろう、これさフルバーストだから貫突すればこのここの最後の条件が1個消えて土だになるんですよ。だからこの片手再建のコネクトに土って連結して、であの2枠目の効果までしか発動しないんですけど、全体攻撃で当てればその土当てれば、あの大幅にあのクールタイムが減少できると思っていて、で片手再建の土属性のスキルを持っていればの話なんですけど、俺の所持スキルだと、まあ、片手再建でこれ土マークを押しますとこういうのが出てくるん で全体攻撃っていうと、まあでもこれ配布なんで単体ですよね。これは、まあ、全体攻撃だけど、まあ、ヒットだからちょっと範囲が微妙。これはシャワーでちょっと遅いけど範囲は、まあ、あの円形なんで、まあ、取りやすい。まあ、これは、まあ、全体8連撃扇形中範囲なんで、まあ、まあそこそこなんだろうなって感じなんですけど、ちょっとあのこれはゴールデンハインドはどういう感じだったか忘れたんですけど、まあ、とにかくこういうね、なんかゴミみてえだなって思うスキルでも、そういう時にすっごい使える。特にこれは防御弱化4デバフって言って防御力下げられるんで、最近のボスって防御力がめちゃくちゃ高いんで、そういうのがすごく効いてくるんですよね。地味にっていうか、かなり効いてきますね。なんでそういうなんか一見使えなさそうなスキルでもめっちゃ使えるっていうのがあるんで、一概にそのガチャ引いてこれゴミだったとか思うかもしんないですけど、案外使う場面っていうのが出てきて、今までゴミだと思ってたスキルもなんか使う、その例えば全体攻撃だけで使えるとか、まあ、そういう場面が増えてきて、例えばモーションが早いから入れるとか、まあ、そのためだけに入れることもあるんで、なぜならコネクトチェーン効果が発動するから、もう当てるだけでもすごい嬉しいみたいな感じになってくるんで、っていう考えると、まあ本当にいろんなスキルがね必要になってきてるんで、なんか本当にゴミみたいなスキルでも複数手に入るようなオーダーとか出たら、まあ例えばまあ俺福袋オーダーとか散々ゴミ袋じゃんとか言ってるんですけど、ゲロ袋じゃんみたいな言ってるんですけど、そういうやつでももしかしたら今後なんか何かで使えるんじゃないかなって。あの今はねフルバーストが本当に火力がいいので使えるんで、火力で、まあでも大体そんな感じですね。まあ今回はまあこの片手直剣だけで見たんですけど、まあ片手直剣以外でもそういう裏セットコネクトで満たすみたいなやり方が良くて、今そういう人が本当に増えてきて、まあ、合理的なんですよ。やっぱ表セットってなるべく余分なやつ入れないで覚醒入れたいから、もうなんかそういうなんかちょっとテンプレじゃないけど、そういう戦法裏セットコネクト満たしみたいな、もうちょっとなんか短い呼び方があったら嬉しいんですけど、まあ、そういうのが結構メジャーになってるんじゃないかなって俺としては思うんで、まあ、違ってたらすみませんけど、でもなんかそのまあ俺こういう、まあこうしたらいいんじゃないかなっていう考え方は言ったんですけど、新しいスキル出るたびに考え方とか変わったりして、なんかどういうスキル入れた方がいいとか変わったりしてっていうのもあるし、なんか本当はもっとあのいいやり方あるよみたいなのもあったりもするんで、
ちょっと一概にはその本当に絶対ずっとこれだけやってればいいみたいな言えないんで本当に。だからまあその都度何か新しいの出るたびに自分なりにこうしたらまあいいんじゃないか、こういう効率よく周回できるんじゃないか、こうやったら一番火力出るんじゃないかっていうのを考えて一番いい方法を考えてやるのがいいと思うんですよ。まあ、たまたまなんかこういうさ考え方がなんかちょっと固まってきてるのかなってなんとなく思ったんでちょっとこれは動画にしました。まあ、ただそうね、絶対にそれがいいとは限らないっていうのも何度もまた同じこと言ってますけど、本当大事なことなんで、あの本当スキル編成に絶対はないっていうのをやっぱ本当に口酸っぱく言ってるような気がするんで、本当そうなんで何回も何回も言い続けます。まあそういう感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。